こんにちは。今回はね、こちらですね。これはまあ珍しい、リミテッドヴィンテージになりますけども、レクサスの GS ですね。で、リミテッドヴィンテージだから特にこれは珍しいやつでして、まあ、説明に入らさせていただきますと、平成17年、2005年8月に登場した初代レクサス GS は、クーペータイプのレクサス SC とともに、日本におけるレクサスブランドの第一弾となった高級セダンです。で、GS はトヨタ、アリストの北米レクサスブランド車として一代を重ねてきた。日本における初代 GS は、本来なら3代目トヨタ、アリストとなるはずだったモデルが、ブランド名と社名を変更して販売されたものである。レクサスブランドの日本導入に関し、北米レクサスのフラッグシップモデルだった LS、日本仕様では水晶ではなく、GS が選ばれたのは、3代目 LS が翌年のモデルチェンジを仕掛けたモデル末末のタイミングだったためであった。で、GS の外見は、ロングノールショートデッキといったクーペの小杉を巧みに取り入れたスタイリッシュなもので、トランクリッドまで奈良高に続く長いルーフラインと、天井を切り詰めて横長のサイドウィンドウが特徴的だ。メカニズムは、現状軌道起動サスペンション、電子制御スタビライザー、車間起動式の可能ギアスターニングなど、ドライバー使いらしく、走行性能に関わる部分に新技術を数多く導入している。その他、電子制御スタビライザー整備車には、ランフラットタイヤを採用している。平成19年、2007年には初代レクサスの日本車として初となる当時の FIF デザインの賞金賞を獲得するなど一定の評価を受けている。しかし、2代目アリストの後期型の最上級グレードが約478万円だったのに対し、520万円から630万円という価格帯でスタートするなど、レクサスブランドの意向に従って価格設定が急上昇したことや、販売網が十分ではなかったため、セールスは低迷に移転して、国内では平成23年、2011年いっぱいまで販売台数が3万台に届くことはまあなかったということなんですね。で、これが平成17年8月から平成24年の1月で、型式が UZS190、GPS190G、GRS196 ほかにあって、生産台数が29,411台生産されています。で、これが一番お安いのも、まあ、お安いとも高いんだけども、GS350、これが538万円でした。で、一番最も高いものとなりましても、これですね、GS460 バージョン L、これが761万円と。まあ、めちゃくちゃ高いですね。確かに、アリストの部分から考えても、アリストは、いい車だったんですが、478万、約500万ぐらいで買えたんですが、それを大幅に超えちゃってますね。500万を大幅に超えて、最大700万ぐらい、800万近くまでは、ぐらいまでする。これじゃあ、いくらお金持ちに勧めたって買わないだろうなっていうふうになってしまいますわね。値段が高すぎるですね。で、ほら、レクサスってのは当時、で盛り上がってましたから、まあ、レクサスに乗ることが本当のお金持ちの、ステータスだっていうことがありまして、まあ、それは今でも変わらないですけどね。ただ、それの時に、それレクサスブランドが当時10年以上前か、できたばっかりだったんで、まあ、日本でね、初めてレクサスブランドができて、で、その時にそのブランド名を、ということ、ブランド名を高めるということもあって、価格設定高くしたけど、これが高すぎてしまって、買う人が少なかった。だから、わずか29,411台しか売れなかった。ということなんですね。だから、まあ今、でも逆にこういう車が今となっては希少車だよね。今となったらこういう車が、さらに希少車になっちゃって、もっと当時の新車価格以上、下手したら以上な価格になってる可能性もありますよね。ただまあ、あれですね、だからそういう車がまああったということで、トミカなんかもそういう車に素早く目つけていて、で、これがトミカリミレッドヴィンテージがまだ出ていたときに、買ったんで。というのも、トミカリミレッドヴィンテージはなくなってしまって、後にトミカプレミアム、今のトミカプレミアムとか、あるいはトミカプレミアムが出てくる前に、トミカリミレッドヴィンテージっていうのが出てきたんですね。で、それがトミカリミレットからがさらに発展したやつなんですよ。で、そっちの方に移っちゃいましたよね。そっちの方ができたのがリミレットがなくなって、リミレットヴィンテージがもう今年で18年なんですよね。18年も経ってると考えられないんだけど、まあ、リミレットヴィンテージが
できて18年経ってますから。でそのものをまあだいぶ経過して、今度はトミカプレミアムっていうのがまた出てきちゃうんですね。でそっちの方になってとか、もう今となってはこれトミカとして もうかなり貴重な車種になってると思うんですね。でこれが当時347馬力すごいエンジン持ってますが、347馬力で8速 AT を組み合わせるということだから、まあこんなね 4000cc 近くぐらいもするでかい車にそんなバカみたいなでけえ馬力積んでもそんな必要なんですかみたいなね。まあアメリカとかだったらねまだわかんない、マッスルカーの国だからね、アメリカだったらまだわかんないけど、日本でそんな 4000cc 近くで400馬力近いスピードを出すんですよって言っても、そんな吹っ飛ばすところがまずないだろうっていうところですね。アメリカだったらね、カリフォルニア州とかね、ああいうところだったらバーンと一直線に長いから、十分スピード出したりできるけど、そんな200でもいかないからね、日本でせいぜいスピード出しましたって言ったって。そんなところで、そんな車必要なんですかって言ったら、ちょっと日本じゃいらないんじゃないかというようなのが、まあ本音としてはありますけどね。ただまあ、こういうのが今となってはもう貴重な車だということはまあ間違いない。で、こうやってドアもこれ当時開けられるようになっててね。で、こういうふうに、トミカレミレット、リミレットはこういうふうに内装なんかも非常にリアルだったんですよ。で、リミレットがなんで売れなくなってきちゃったかっていうと、このゴムにこだわったんですよ。ところがこれが致命的になってしまって、ゴムにこだわってしまったがために、その今リミレット自体があんまりもう見かけないでしょ。まあそれはただ年月が経過したっていうだけじゃないんですよ。年月が経過したっていうのもあるんだけど、同時にリミレットがなくなった理由としては、これタイヤがゴムだったので、夏場とかになるとこれが要するに溶け出してきちゃうんですね。でほら今年っていうか去年の夏も異常気象だったし、その前の年も異常だったでしょ、暑さが。だからまああんな状況だってもう40度近くねなって都会じゃもう40度もなってるでしょ。そうするともうタイヤが溶け出してきちゃうんですね。でこういうやつってのはそのためのね、ある意味トミカリブレットもまあ金をかけて、タイヤ交換ができますよってタイヤのパーツを新たにね別でパーツ交換できますよということで作るように してくれればいいのに、そういうことをしないから、でもう一旦壊れてしまったらもうタイヤがパンクしちゃったらもう修理が基本的にはできませんよみたいな。だから結局それが致命傷になっちゃったんですね。だからもうトミカリブレットってのがまあヴィンテージになってもあんまり売れてないのはこのタイヤをゴムにしてしまったってこと。タイヤをまあ実写化でリアルにと追求した結果ゴムにしてしまうってことで、ゴムにしてしまったがためにそれが致命傷になってしまって、そのまあだからコレクターの人はよく分かってるんですね。これを手に入れちゃう、もう夏場でタイヤがすぐパンクしちゃうから、そこには本当に保管するには最新に注意を払って、太陽が当たんな、あんまり当たんなくて、仕掛けになるようなところに保管しておくというふうなね、なってくる。でも、それはね、住んでる場所によったりね、よっては、そんな風に行かないじゃないですか。どうしたって太陽が照ってくれば、先では作業がないっていうね。そういうところに住んでるところってねありますから、だから私はリビレットは非常に作りが良かっただけで残念だったですよね。まあ値段的に当時1000円近くぐらい値段も高めだったんだけど、ただタイヤがゴムじゃなければねまだいいかなっていう感じ。今リビレットって調子に乗ってるからすごい値段高いもんね。1台あたり2000円近くしますけどね。で今後フェラーリが出てきて、そんで3000円とか4000円値段つけるとね、やりすぎだね、あれ。リミレットに3000円も4000円も誰が金かけて買うんだって話になると思うんでね。だから、2000円だって高すぎると思いますよ。だから、このリミレットが一番いいんだよ。だから、ある意味、結局的にリミレットヴィンテージって実写の塗装を使ってるからっていうところが売りではあるんだけど、ただ、今にして思うと、それはちょっとやりすぎなんじゃないかなっていう部分もあるよね。要するにそれをやってしまったがために結局リミレットがやらかした失敗をしたことで、その教訓を学んでねえじゃねえかってことになっちゃうわけですよ。リミレットは結局リアルさを追求してしまってゴムのタイヤに特化いた、その特化いたから結局ゴムというのが熱に弱いと、
いう欠点だった。それを今のエミリアットヴィンテージってのはその二の舞を踏むことになってるわけですね。要するに実写により近づけるために今度は実写の塗装と同じものを、実写の塗装をもう一度作ってこれをミニカーのために吹き付けようということでやってるけど、それが命取りになってるわけ、来ちゃってるわけですよね。要するにそこまでリアルにしたって、そのためにはどうしたって値段が高くなっちゃいますから、最初は1000円で高かったんだけど、それよりもっと高くなっちゃって2000円になってるからね、下手したら3000円ぐらいですから、それ誰が買うんですかって話になるんですね。だからまあせいぜい高くたって1000円ぐらいが妥当だと思いますよ。もうあの64分の1ぐらいのサイズで見に行くから2000円も出して金払うんかっていうと、これは一般的に見た時に高すぎると思う。要するにどんなにリアルさを追求するのはいいけど、あまりリアルさに追求するとすぎると今度は耐久性が落ちてしまう。そうすると誰も買わなくなるっていう最悪の事態が発生するので、まあ値段を切り詰めてリアルにして作ったとしても、まあ、1000円ぐらいが妥当じゃないかと思いますよ。1000円超えたものとなると誰も買わないでしょ。今犬のねミニカーなんかがね1台2000円ぐらいで リアルにできてるけど、まあそれもあんまり、まあちょこちょこ最近は売れてるようではいるんだけど、まあタイのねあのメーカーで、日本のメーカーじゃないんですよ。でそこが作ってるんだけど、まあ日本ではまだなかまだまだなかなか受け入れられないですよね。やっぱり2000円ってのはでかすぎますよ。だからこれは10代の子たちにとってみると2000円ってのはねでかいと思うよ。15歳ぐらいが対象って言うけど、15歳ぐらいの子が買ったとしたって、そうだ2000円は高いと思うよ。1000円ぐらいが一番のある意味妥当な金額だと思う。だからその値段をもっと抑えて、まあ多少ちょっと質感を落ちてしまうかもしれないけど、そういうところでもまあ致し方ないのかなっていうふうに思いますよね。だからあのリミテッドヴィンテージってのはね、今後もバイヤーがやってきてどん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 目つけてるらしいけど、そうなってくるともうおしまいだね。値段がどん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 2000円から4000円、4000円が1万円ってどんどん高くなってきちゃって、ますます買う人がいなくなっちゃうっていうか、ますます本当にその車種を欲しいと思ってる人が買いなくなる値段の設定になっちゃうっていう、もうそうなったらもうミニカー業界おしまいですよ。だからあのそうなる前に気づけよって話なんだけど、気づいてないんだよね。だからあの今のミニカーメーカーってそういう点では残念だなと。だからこの頃の方が良かったね、今の人思い返しても。そのコディビレットヴィンテージの方があの時代の方が良かった。1000円ぐらいで買えたからね。ただタイヤがゴムっていうのがちょっと難点でございましたけども、まあそれ以外除けば、非常に満足のいく仕上がりだったんではないかと思います。というわけでどうもありがとうございました。